はい、どうもフィロテンと申します。飛球場シーズン82の2日目やっていきます。まずは砦がレベル5、強固はレベル2、投石はレベル6。うちの方がレベル高いですね。なのでこの1列いっちゃいます。で、グースの作戦室はレベル6、これも壊れますね。で、黒の封印ももうじゃない、黒の封印はレベル1、回復の塔はレベル3と。まずは無凸のピアニー、ほぼ自前スキルですね。戦員で速さの大紋章、光の祝福、祝じゃない、光の進化英雄ですね。で、無凸のボンミカヤ、闇入ってますね。もう光闇がよっぽどなんですかね、もう主流でやってて天理には避けないって感じなのかな。で、攻撃の紋章のダブルで救援も持ってますね。で、次10凸花子のラインハルト、もうしっかりテンプレのいじり方ですね。騎士の陣4まで、やっぱみんな作ってますもんね。ラインハルト自分ぐらいでしょ星4の5凸で止まってますしね。そう、やっぱ攻撃上げが3年間引けてないので、それのせいもありますね。なんかこの辺の当たり前の10凸があんまり作ってないですよね。多分ニノとかその辺も皆さん作ってますよね。あの辺もじゃないです。で、扇の子の場でしっかり持ってますね。死んだ M サンダーってやつですか。で、次に無凸の伝承セリカ、日のシーズンなんでまあ出てきますけど、一応祝福効果入ってないです。まあ強いキャラではあるので、まあ、どのシーズンでも出てきても脅威ですよね、こいつ。で、鬼神飛燕と鬼神金剛か。で、攻め立てのやつですよね、ソティス。見切り追撃もついてるのか。で、まあ、あれですね、魔法バージョンの弓アルムっていう印象です。はい。で、次に無凸のオフェリア。しっかりテンプレの字型ですね。もう何回見ただろうっていうこのビルディング。とりあえず不動の姿勢持って待ち伏せ係と。で、最後10凸花尾デリウッド。いや、もうほぼ出てくるようになりましたね、この人。もうとにかく強いもんな。渾身4まで入れちゃった強いな。受けたら終わりますしね、絶対に。ってことで、もう拠点の配置もかなりやらしいですね。天の、断りか。断りの防衛の進化へ行けないんで、一応ステータス的にはもう一ポイント低いので、あれなんですけど、あきれになりましたね。違うな。こうかな。こんな感じで。とにかくもう左側ほじくってって、エナジー1個だけ回収しようかなって思ってます、はい、ちょっと右奥は無理かな、これ。ちょっと厳しいのかな。右から行くルートも考えてみたんですけど、ちょっと光 M シーズンみたいにエイルとピアニーの別動隊がいてたら取れてたんですけど、ダメだな。ちょっと今シーズンきついですね、やっぱり。ケンちゃんどうしようかな。暇ですね。この辺におるか。もう次のターン、配置につけそうかな。もうここ、これしかないですもんね。ちょっと僕の頭じゃこれが限界かな。もう一個エナジー取れないので、最初からリタイアしてやろうかなとも思いましたね。ただ前のシーズン、エナジー2個、バイゼムで2個取れなくてもなんとかなったので、まあ1個ぐらい、もうなんてことないのかなとも思ってます。もうこれしかないですね。しゃーない。ただそこまでナメップもできないかな。一応回復の塔壊せないので、レベル低くてよかったですね、とりあえず。行きましょう。こう取って、道を選んで、で最高度家系のオフェリア。で、一応右側もう全員、右側というか、もう全員か。ヒットポイント1と虫の息なんですけど、
っとこの回復の等次第ですね。クルニアさん死んだらリタイアしようかな。しました。はい。一応避難しとこう。策がある。こっちかな。さあ、クルニアさんお願いします。エリュットが怖いかな。あ、応援した。うん。ただエリュット来ないですね。これ行ったかな。ただ1ターン猶予できたぞ。ワンチャンある。これはラッキーです。行った？よし。エリウッドありがとう、マジでありがとう、これはありがとうっすね、ごっつぁんすぎる。どうする、急に忙しくなったんですけど、天使枠で受けても問題ないもんな。もうこのまま ここしかないな、ここだな、こう。いやラッキー、詰めとく。しました、よろしいですね。壊して、これは無理か。電子赤に行くかな。そっち行った。強い方を選択しましたね。なんて潔い。いやラッキー。エリウッドさんナイス応援です。ちょっとあそこまで読めてなかったですね。ああするのか。なるほど。また一つ勉強になりましたね。いや助かった。うん。というわけで思いがけず2日目もしっかりパーフェクト取りましたね。はい、はしごも使ってません。はい、続きまして2日目の防衛結果やっていきます。2日目は3名様いらっしゃいましたね。いやー、1日目というか初日に3名様来ることはよくあるんですけど、2日目に3人来るってなんか珍しい感じがしますね。で徐々に突破されてってますね。1人目でなんとか防衛成功でバリアで、そこから一体撃破で突破されて、で最後にはパーフェクト突破されましたと。いや、一番目の方もう想定外な感じでしたね。こんなことされたらこうなるんだっていう感じでした。はい、なので一番上見に行きます。はい、投石機ですね。見事に一番嫌なとこに刺さっちゃってて、ここか。そう、ここがそう、いつも調整してるときに、空いてると変なことになるんすよね。なので、なるべくこのフェイの像とか、この椅子とか、壊されないもので抑えたいんですけど、ここはここで置きたい拠点があるので、悔しいな。で、テキサのスペック的には、無課金さんかな？結構頑張れば、ここまで来るのかなって思うスペックですね。三突花ごろなが。もう実装されてから1年ぐらい、もうやばいやばいじゃないですか、1年経つの。ですよね。なんで、ここまで突進んでも不思議じゃないかなと。で、B だけ変えてあるのかな、攻撃派さんの連携。で、船員で特技飛行。で、ぶちかましですね。やっぱぶちかまし係になるのが多いのかな、長は。で、次に今シーズンボーナスキャラですね。4突のフィオルム。これもだいぶ歴史がありますよね。もう2年前ぐらいのキャラになりますかね。最近ちょっとこの縦の鼓動が継承できるので、これをちょっと面白い使い方、あるので、それやってみたいなって思ってるんですけど、なかなか2体目が来ないですよね。こんだけガチャいろいろ回してて、フィオルムの2体目が未だに来てないです。なので、配布のフィオルムのみとなっております。なので、継承できないんですよね。縦の行動。やっぱボーナス入ってると結構、強いですよね。なるほど。で、次に、一突のオルチナさん。配布のやつを重ねたって感じですかね。で、S じゃなくて、C スキルで攻撃の効果。で、鬼神迷宮の構え。ああ、これでもいいのか。なるほどな。なるほど。大覚醒が、あれが正解なのかなって思ってたんですけど、そうでもないですね。ああ、なるほどな。これはもう、いい勉強になります。で、次に、10凸のソフィア。長くやってればもう、ソフィアぐらいなら、10凸はすぐできると思いますので、無課金さん。なのかなと判断しました。見切り反撃も出せるんだ。
日系からですよね。で、ファト組んでんの。これちょっと胸熱ですね。仲良くなれそうです。やっぱ真相か。真相って言うんですよね。この、見た目を変えるやつ。ここまで来てると、強いですよね。これでまだ花も入れれるので、全捨てまだ2伸びるんでしょ。いいなぁ。ペーパスっていいなぁ。で、最後に一途ゾリション。ソラセン持たせたんだ。これ高級スキルですよね。なるほど。で、全員で変態飛行と。なるほど。というわけでもう、あれですね。真ん中が空いちゃったせいで、くちゃくちゃになってます。ちゃんと動くんですけど、なんかよくわからんことになりましたね。そうそう。だから、ドーマの目の前に来るように調整してるんですよね。拠点があることで。あと、そこをキャラで埋めてもいいんですけど、リュシオンを一歩前に置いたりとか。そうすると、また変なことにも。まあ、調整次第なんですけど、なるべくその山の上の方って埋めときたいんですよね。なので。でも、ソフィーアに好き勝手されます。見切り反撃付き。でもあれか、切り返し持たせてないのか。必要ないか。強いな。もう無属性に、もう圧倒的強くなってますもんね。激化持ってたし。なんで、ドーマも何のそのか。いやー、一気に株が上がりましたね、ソフィーアは。ここ最近のその真相化なった英雄でね、1人を争うほどの人気なんじゃないですか。すげえ、100人も食らった。エリュとかやっぱこのソフィアかって感じだと思いますね。いやー、まあまあ、投石機はうまいこと刺さっちゃった感じですね。この調整はな、無理かな。ちょっと。こうされたらもうダメかもしんないですね。あそこになるべくやっぱ歩行の訓練所と、ね、投石機一応置いてあるんですけど、投石機のレベルを上げれ、無理だな。上げてもどうせ壊されますもんね。意味ないか。ドーマ。ちょっとまた、何かできないか考えてみます。はい。で、二日目がですね、攻めの方が、奇跡的に、エナジーダブルで、しっかり取れまして。いや、あれはありがたかったですね。あれは読めてなかったです。読めてなかったです、完全に。はい。で、防衛の方が奇跡的にバリア張ってたおかげで、なんとかしのいでおります。というわけで、二日目はまだ、レートゼロで、レートのマイナスがゼロで来ております。はい。したら、以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。